メディア、媒体、メディア、メディアとは、情報の記録、伝達、保管などに用いられるものや、装置のことである。媒体などと訳されることもある。記録、保管のための媒体とコミュニケーションのための媒体とに、対別することができるが、両者には、重なりがある。例えば CD、手紙、電話、テレビなどは、音楽、文章、 声や映像などの情報を伝達するのに用いられるが、この意味でメディアと呼ばれる。メディアはコミュニケーションの媒介校として存在していることが多い。情報がある人から別の人へ伝達される際には、その間に何らかのメディアが介在している場合が多い。また、日常生活などの文脈では、マスコミ、マスメディアの同義語として用いられることが多い。すなわち、 不特定多数の受け手を対象に情報を発信するような新聞、テレビ、ラジオなどを指す。特に報道の役割に注目している文脈で用いられることが多い。また、これらを特にマスメディアと呼ぶこともある。CD や手紙のような様々な媒体一般を指してメディアと呼ぶ場合には、技術あるいは媒体そのものに注目している場合が多いが、 報道利用に注目している文脈では、そうしたメディアの運営主体である報道書機関、新聞社、放送局を指している場合もある。非常に抗議に捉える場合には、ある情報が送り手から受け手に届くまでに経由する媒介項すべてを指すことになる。それが、どの程度抗議であるかは、例えばテレビで、あるニュースキャスターが、ある事件についてのニュースを読み上げる様子を、 ある視聴者が見ている場面について考えてみると分かりやすいだろう。ニュース原稿としてキャスターの手に書かれている言葉は視聴者に届くまでに少なくとも次のような諸要素に媒介される。また、ここでニュース原稿自体がやはりメディアの一種であり、ニュース原稿の書き手、言葉などを媒介として報道の対象である、事件を伝えているものであると考えることもできる。また、 実際に報道研究やメディア論などでは、そのような観点から、ジャーナリストの持つ価値観や言葉について注目することも多く見られる。いわゆる生放送でない場合には記録、輸送、保管、再生などのプロセスがここに加わることになるが、これらも抗議にはメディアの一種だということになる。これは、音楽作品がどのように少数の作り手によって制作され、 多数の聞き手に届くかということを想定するとよりわかりやすい。コミュニケーションのためのメディアはしばしばいくつかの形態に分類される。いくつかの分類概念を概観することはメディアの具体例や広がりを考える上で参考になるだろう。マスメディアは特定少数の送り手が何らかの情報を不特定多数の受け手に向けて伝達する際に用いられる。 典型的なイメージは、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、など、いわゆる報道に関わる、初期間だが、その他に、映画、音楽、出版業界をここに含めることが多い。なお、これら個々の項目は、一般的に馴染みが深く、多用されている用語だが、実際には明快な細分類にはなっていない。テレビは、映画や音楽を部分的に含み、ラジオも、 音楽と重なる部分がある。本、レコード、コンパクトディスク、映画館など、他にも様々なものや施設をここに含めることができる。マスメディアはしばしば情報の独占、表現の手段の独占、ツリー構造、ヒエラルキー構造などと結びつけて考えられ、否定的な評価を受けることも多い。マスメディアに媒介された情報伝達を一点を発信源とし、 多数の点を到達点とする構造になぞらえ、複数の送り手から複数の送り手情報が行き交うような仕組みを指してネットワークメディアと呼ぶことがある。インターネットやパソコン通信はその代表的な形態である。ここに電話や郵便が加えられることもある。インターネットは様々な用途に用いられるため、電子掲示板や電子メールあるいはブログを ネットワークメディアとし、不特定多数へ向けた情報発信である、ウェブページについては、マスメディアに近いものと考える場合もある。また、より情報の拡散性と結びつきが増した SNS や Twitter の台頭により、ソーシャルメディアという語も生まれている。同様に、テレビ放送も、個々の番組一つ一つについては、少数の送り手から、 多数の受け手という構図になっているが、チャンネル数の増加などによって、送り手が限定されている度合いが減っていると考える、向きもある。地域によっては、地元自治体などの協力によって、地元住民が番組を制作、放映できる体制になっている、ケーブル局もある。ただし、これらの通信を支える、物理的な基盤、特にケーブルなどの通信網はしばしばツリー上の、 構造を持っており、その意味では、多数の点の間に、ツリーと対比されるところのネットワーク上の構造がある、わけではない。ユーザーの視点からは、テレビや出版は限られた作り手によって供給される、情報を受け取るだけであるのに対して、インターネットや電話では、情報の送り手が、それほど限定されていないことからこうばれる。主に使い手が情報を発信したり、記録。 編集したりするために用いられるものをパーソナルメディアということがある。これはマスメディアが情報の大量一括伝送であることと対比される。また文脈によってはこれらのメディアを介した情報のやりとりが比較的匿名性の低い知り合い同士の間で起こるものであることパーソナルネットワーク、インターパーソナルネットワークなどと呼ばれる文脈で起こるものであることが強調されることもある。 カメラ、家庭用ビデオカメラ、テープレコーダーなどのほか、携帯電話やアマチュア無線、電子メールなどが含まれる。メディアの特性として、インタラクティビティ、双方向性などと呼ばれる性質が注目されることがある。テレビ番組の内容などについては、視聴者は間接的でごくわずかな影響力しか持っておら、受け手にとどまるが、電話を介した会話の場合には、 双方が話題を提起したり、会話を打ち切ったりすることがある程度可能である。つまり、送り手と受け手の立場に立つことができ、両者の間では、情報が必ず一方から他方へ伝達されるのでは、なく、双方向の伝達がある。こうしたメディアを指して、双方向メディア、または、インタラクティブメディアということがある。この双方構成、インタラクティビティの概念にも多少の幅がある。 文脈によっては、より講義に双方向性を捉え、ウェブサイトや CD-ROM などのように、利用者が自分の受け取る情報の種類や順序を、ある程度選択できるようになっているものを含める場合がある。ここでは、利用者の選択がコンピュータなどによって、受け取られそれに対する王として情報が提供される、ため、双方向性があると考えることができる。批評家のあずまは、 送信者と受信者の間の対称性の有無によって、コンテンツ思考メディア、非対称性ありと、コミュニケーション思考メディア、非対称性なしという対比を行っているが、この分け方では、コミュニケーション思考メディアは双方向メディアに相当する。情報の送信側と受信側の時間的なギャップに注目した場合、送信のタイミングとそれが閲覧されるタイミングが、 ほぼ一致するものを同期型メディア、そうでないものを非同期型メディアという。例えば手紙、新聞、書籍といった紙媒体は非同期型であり、電話やテレビ放送は同期型であると言える。インターネットは同期型、非同期型の両方の形態が存在し、チャットやインスタントメッセンジャーは同期型であるが、ブログ、電子掲示板などは非同期型と言える。 ただし電子掲示板に常駐して、ただしの投稿がないかを強迫的に確認し続けるような利用の仕方をしていれば、動機的と言える。批評家、社会学者の浜野里氏は、単純な動機、非動機の区分で論ずるのは、難しいソーシャルウェアが登場しているとして、疑似動機、システム設計によって、リアルタイム性を仮想的に見しているニコニコ動画や、選択動機、 非同期的に状態からユーザーの自発的な選択により一時的に同期的になるツイッターといった用語を導入している。メディアによって伝達可能な情報の種類が制限されることがある。例えばラジオや電話では通常文字や映像は送れない。書籍では動画や音は送れない。文字、音声、映像、動画などを送るのに用いることができるメディアを指して、 マルチメディアということがある。CD r o m 磁気テープ、フロッピーディスクなどの電子媒体は主に記録や情報の保管のために使用される。実際にはこれらの情報もまたメディア、蒸気すべてのメディアは手段であるであり、表現者が伝えたいものとしてよく口にする、感動や共感などといった非常に不確実で抽象的な表現は蒸気情報を介して送られる。 意思と共感への欲求などいう根本的なものを伝達していることを表していると言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。